はい、ではここからシェーダーの話に入ります。まだパート1の XGen の部分を見てない方は概要欄にリンクがあるのでそちらからどうぞ。まずレンダリングに使えるのはこの XGen、まあ、そのものですね。でそれとこれプレーンはディスプレイスメントマップ用です。それでこのバンプ、これはディスプレイスメントのジオメトリーと全く一緒です。で最後にこのボリュームなんですけど、これはボリュームなんで厚みがないといけません。でこのようになってます。でまず最初にマップなんですけど、これが先ほど書き出したディスプレイスメントマップですね。でこれをよく見ると結構細かいところまで線が入ってていいんですけど、こういうところですね、この太めのところ、ここにも線が入ってしまってます。でリファレンスの方を見ると大抵こういうところってですね、重なってもう一つの線になってしまってますね。あとこういうところとか薄い膜が張ってたりします。でそれを調整するために画像編集ソフトかなんかでブラーをかけてあります。そうすると薄い膜が張ってあるような効果になったり、こういうところですね、強めにブラーをかけてあげると線が一本一本見えなくなって一本の太い線に見えたりするんで、そのようにします。でこれがですね、光彩によってはこのようにですね、かなり線が見えなくなって全部くっついてしまっているようなものもあるんですね。この辺とかも結構強めにくっついてますね。でそういうもののためにこういうふうに白で塗りつぶしてあげると、オパシティを変えてちょっと下の方がうっすら見えるようにしたりしてもいいですね。でこのアンビアントオクルージョンなんですけど、これを先ほど説明したようにこれと同じようにですね、ブラーをかけてあげます。先ほど書き出したこのディスプレイスメントマップを使ってですね、でまあ今回は結構雑ですけどこんな感じにカラーを作りました。でリファレンスとしてるのはこちらの目を色のリファレンスとして使いました。こんな感じです。でシェーダーの方ですが、これは XGen 用のシェーダーですね。使ってるものは AI スタンダードヘアで、それで XGen の場合ですと光彩のように複雑な色を映し出すのが非常に困難になっています。でその場合に代用するのがこのカメラを使ったプロジェクションですね。こちらです。これはボリュームの方にも使うんですけど、それはまた後で説明します。でこのカメラから、このカラーをですね、まあ、ここではこのカラーとそれでこのアンビアントオクルージョンですね、これを AI レイヤー RGBA でインプット1インプット2でマルティプライでマージしてます。でこれをカラーコレクトとか入れてリファレンスに合わせるように調整してください。ここではガンマを下げて、それだけですね。ここではでこれを AI カメラプロジェクションというものの中にカラーの方に入れまして、それでこれのメッセージをカメラの方につなげてあげます。まあつなげるというかここで選ぶと勝手につながるんですけど、でそれをベースカラーの方に入れます。でこの時メラニンは全部オフにしてください。でそれでレンダリングして、これがまず XGen にカラーを入れただけのものです。それでこれで先ほど XGen に、アンビアントオクルージョンを足したもの、ただですね、XGen を使用した場合だとブラーをかけてもですね、こういうところとかこういうところとか、先ほどのリファレンスのようにこのように一本の線になってくれません。 XGen そのものが出てきてしまいます。ということでディスプレイスメントを使います。でこれは普通のスタンダードサーフェスを使って、まずディスプレイスメントの方ですね。これ一応3種類用意してましたけど、結局一番最後に使ったのはこれです。でこれをプラスマイナスアベレッジノードに入れて、サブトラクトで 0.5 を引いてあげます。それでなぜそれをするのかというと、ここでさっき書いたこのディスプレイスメントはですね、この0から1のマップになってます。でこれをここから 0.5 こっちの左側に移してやって、まあ 0.5 かマイナス 0.5 から 0.5 のマップにします。でなぜかというと、この前のディスプレイスメントはデフォルトでこれがミッドポイント中間点になってます。だからここでマイナス、0.5 下げてあげて、でここのマルティプライディバイドですね、これだとものすごく強くなってしまうので少し強度を下げてあげます。でこれをディスプレイスメントシェーダーにつなげてシェーディングエンジンに入れてあげます。でですね、カラーの方はですね、こちらのカラーですね、これをさっきと同じようにアンビアントオクルージョンと混ぜて、でこれはですね、
XGen を使うのとディスプレイスメントを使うのでは、出てき方が違うので自分で調整してください。でこれをミックスしたものを、カラーコレクト、ここでもですねまた XGen とは違う調整が必要になります。でこれをサブサーフェスカラーの方に入れて、でこちらのですねカラーを直接こっちのインプットでカラーコレクトして、ちょっとサチュレーションを上げたものとコントラストを下げたものですね、こちらをサブサーフェスレイディアスの方に入れてます。でこれが、どうなってるかというと、サブサーフェスの方は 100% 使っていて、でスケールを 0.01 アニソトロピーを 0.3 ぐらいまで上げておきます。でランダムウォーク2ですね。でこれをレンダリングしたものがディスプレイスメント、これがオリジナルをレンダリングしたものです。このカラーだけ、それとこのオリジナルのディスプレイスメント、これをやったものだけになります。これはブラーのディスプレイスメントを使ったものです。よく見るとこの辺がちゃんと一本の線になっていたり、でこういうデコボコなんですけど、これはちょっとしょうがないですね。あのディスプレイスメントなんで、もう一つか二つぐらいサブディビジョンかければ多分もうちょっと良くなるんでしょうけど、こんなに近くで見ることなんてないんで、せいぜいこのくらいなんで、まあ必要な分だけサブディバイドするようにしてください。でこちらの次のやつがですね、ブラーと AO、 先ほどのこちらのブラーのものに AO を足したもの、これですね、これを足したものだけになりますと、これです。それでその次のブラープラス AO プラスフラットっていうのは先ほどのこれのことです、まあ、こちらではメンブレインと入れてますけど、でこれを使用したものになります。で先ほど言った通りに、この辺がもうちょっと膜が張ったようになってますね。全然こちらとは違うものです。でこのような結果になりました。で次にバンプに行く前に一度ボリュームに行きますけど、ボリュームシェーダーはですね独自のものがありまして、 AI スタンダードボリュームというふうになってます。で先ほど見せたこっちのボリュームのジオメトリーなんですけど、これはですねまずボリュームとして使うには、こちらのボリュームシェイプの方のアーノルドで、ずっと下の方にあるボリュームアトリビュースで、これ最初ディフォルトはですねこれ両方とも0と0になってます。でこちらのステップサイズの方はですね、数字が小さければ小さいほど細かく、大きければ大きいほど粗くなります。でボリュームパディングの方は、今回はディスプレイスメントの方でノイズを使っていないので0でも1でも同じ結果になると思います。今度こちらですね、AI スタンダードボリュームのシェーダーのセットアップですけど、こちらもですね XGen と同じように、ただ単にマテリアルカラーをつければその通り色が出るというわけではないので、こちらのカメラを使ったプロジェクションが必要になります。これです。でこの辺の設定はさっきと変わらないんですけど、やはり XGen とは色の出方がちょっと違ってくるので、このカラーをインプット1で、アンビアントオクルージョンをまたさっきと少し違う設定になってます。でこれを入れてあげて、マルティプライで重ねてあげて、で最終的にこのカラーコレクトで色を調整します。でこちらですねサチュレーションを少し下げて、エクスポージャーをほんの少しだけ上げてます。でこれをカラーで、先ほどのカメラを入れて、でスキャターカラーの方にここです入れてあげます。この時にスキャター1になって、1 100% になっていて、デンシティはですね多分これディフォルトだと思うんですけど、そのままでも大丈夫でした。トランスペアレンシーはですね全くないのあるのとないのでは結構違いが出てきてしまうので、僕はこのほんの少しだけ 0.1 ほんの少しだけ入れてます。で Depth、 これもですね多少違いが出てしまうので 0.2、 これはもうテストしながらアジャストしてください。でこんな感じですね。このエミッションはいらないので何にしておきます。でこれをレンダリングしたものが、これがですねオリジナルって書いてますね。これをカラーだけを、プロジェクションしたもの、これはディスプレイスメントをつけることができるので、今回はですねディスプレイスメントシェーダーではなくて AI レンジの方を使ってシェーディングエンジンの方につなげてください。 AI スタンダードボリュームにですねディスプレイスメントを指す場所はあるんですけど、それはノイズの方とかを使ってやりますので今回は使用していません。それでですね使ったマップはこちらのものがついています。でそうするとこのような結果になります。結構フラットな感じになってしまってますよね。でそこでこのブラーとアンビアントオクルージョンのついたもの、これを入れてやると結構立体感が出ていい感じになってきます。こんな感じで結構オーガニックな感じの、もっとより光彩っぽくなりますよね。それでこれが先ほどのフラットをかけたもの、
で、この状態がこれとこのアンビエントオクルージョンを使ったものになります。ただですね、ボリュームを使うとレンダータイムが結構長いので、まあこのくらいの距離では全然必要ないと思います。で、もしかしたらこの辺の距離で使えるかもしれないというところですかね。まあその必要に応じて使い分けるっていう感じですかね。で、このプロジェクションを使うものですね、例えば、ボリュームでプロジェクションやりますと。そうするとこの光彩が動いた時にこのプロジェクションカメラから来てるんで、そうするとここに映ってるものも変わってしまいますよね。で、そうならないようにするにはこのカメラとこのボリュームですね、これをグルーピングしちゃいます。そうすることによって、例えば目がこうグリグリ動いたらカメラも一緒に動くので、それでプロジェクションが維持されます。でですね、最後にこのバンプを残しておいたのはなぜかというと、これです。こちらがディスプレイスメントです。で、こちらがバンプです。光彩はもともとリフラクションがかかっていて、ラフネスが結構高いので光の影響あんまり受けないんですよね。ほとんど一緒ですね。で、まあこれでいいかという感じになったので最後に紹介しました。はい、で以上で X-Gen を使った光彩の作り方終わりたいと思います。で、何か質問などありましたら、コメント、ツイッターもやってますので、そちらの方にしていただければなるべく答えたいと思っております。ではコメント、評価の方どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。